ワクマさんの、展示会いつものごとく実施してたんですけど呼ばれました、では行きたいなと思います。今日はねカメラマンはね、幼馴染の森さんにお願いしておりますので嫁蔵さんはいてないんですけど、男2人で行きましょう。はい、あ、じゃあ撮っときます。すいません。先生ですね、ちょっと長押ししていただいたら、うん、かっこいい。僕でも前先生やったんですよ。あ、そうなんですか。はい、ガチ先生ちょっと先生っぽくしときました。ありがとうございます。靴ね、ちょっと待てよ、これニューバランスに見えへん、某ニューバランスに見える。あ、でこっちがあのオンに似てるタイプかな、うん、とかホカやな、ホカオネオネ似てる、軽っ。太陽に行きたいので、すがすぎ。このロゴ可愛い、ゆるキャン。アニメのこの3期が始まるので、その関係でちょっとワークマンさんとコラボ、Tシャツだったり、まあ、雑貨関係をぜひぜひ。はい、あ、これじゃん、ほら噂の僕らの大好きなサウナ。昨日も俺らあれやねんな、サウナ行ったよな。ちょっとすみません、これ借りさせていただきますね。トートバッグがこれですね、この下のやつで、サウナハットあるでしょ、タオルもあるでしょ、で、ここに書いてんねや、働く男の蒸し風呂って、うん、巾着でしょ、うん、で、サウナマット、おじマットね。これでもちょっとここいいね。あの、ちょっといいか聞いてもいいですか、はい、あの、これってあの働く男の蒸し風呂って書いてある、これなんて呼ぶんですか。ワークマンサウナ。当て字ですか。当て字で。なんで今年からサウナ始めたんですか。ワークマンとして外仕事の方が、なるほど、そのままスターターセットということで今回このままタックスを持って、そのままサウナに行けるように。で、この5点セットでなんとなんとなんと1780円です。なんと税込みで、税込みで、はい、あのステッカーも今日お配りしてますので、よろしければいいんですか。はい、ありがとうございます、いただきました。で、ちなみにこの下の方はワークマン女子限定でありますので、そうですね、今回のまだ未発売でして5月から店舗予定、うん、発売する店舗が、うん、ショッピングモールにあるような店舗さんと、うん、あとはワークマン女子店、ワークマン女子と、はい、すいません、ありがとうございます、はい、ありがとうございます、よろしくお願いいたします。でも帽子の数多いな。これあの二十歳ぐらいの時によくカラオケ行った時、これこんなん被ってたわ。そうそうそう、似合ってもないのに被ってたわ。あ、めっちゃデザイン可愛いで、この辺ほらディズニーコラボやから。あ、ほんまやね、ディズニーコラボちゃんと。あ、これはあの承認受けておりますが、しっかり棒ではございません。きっちりね、コラボしてるという。さて、じゃあ奥ぐるっと回ってみる一旦。うん、これさ、これノーセンスで見たことありますか。防水やけど空気だけ抜けてますよ、この空気がボコボコで抜けてるよ、生地やかましてんねんけど。だから上に乗ってる。そう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 、こっちだと水下に落ちるやん、ここ水だらけなんねんけど、全く水ない。あとこの辺だかもね、イナーレムプレミアムや、出ました、ちょっと A ラインのやつね。これ良かったで、秋ぐらいに赤のやつ紹介したけど、うん、この辺に並んでこれやな。ああ、そうやな、これは確かにいいモデルやね。で、ここのチェンジアジャスターがあるんですよね。こちらゴルフで使うようなゴルフ、ここにも実はこういうのがついてまして、ゴルフでこうイングするときに邪魔にならないように、ちょっとシルエットもこういう風になる。そうですね、ちょっとスリムな形のシルエットになりますね。あとこっちは釣りですね。え、これもイナーレムプレミアムですか。おっしゃる通りです、ね、こういう形ですね。靴はこっからスーッとヒッターでしてもらって中に入れれちゃうんですよ。ちょっとすっきりしますね。そうですね、うん、こっちのポケットに関しては外せちゃうんで、こういう感じですね。へー、さてさて、これでいくらでしょうか。これで4,900円。次はね、バイクコラボ、はい、どこが本田さんとのコラボになるのって話なんですけども、こちらに本田さんのバイクがあると思うんですけど、はい、なんとまあマッチしてることでしょう。こちらですね、排水圧35,000で糖質も30,000。これもうゴアテックスにほぼ近づいてますよね。そうですね、うん、あのガリガリバイクを乗るってわけじゃなくて、街乗りっていうのを意識してるので、排水圧の時もその、まあ、蒸れにくいよ、快適なっていうのを意識したような商品的になっております。もうイナレムの田辺って言われてるぐらいね。田辺さんでございます。よろしくお願いします。いや、すごいですよね。雨やんだ時、あっ
ールの後ろの大きなポケットがちょっとついておりまして、はいはい、でこれをこうくるくるくるっと数秒でできるんですけども、ね、田辺チャレンジということでね、現在今10秒近く経ってます、さあ何秒でフィニッシュになるか、終わりました、終わりました、12秒ということであ、バックになるんですね、そうなんです、あらまあらま、いろんな団とコラボさせてもらってるのは実はパンツもありまして、やっぱり擦れてそこからやっぱり耐性圧があっても水が染みてきちゃうというものがあると思うんですけど、二重生地にしてるので、染みにくくなってはいますよ。ここの黒いところって何なのっていうのがあるんですけど、バイクの熱で生地が焼ける溶けちゃう、っていうのが結構起きた事象みたいなんですけども、こちらは耐熱生地使ってまして、350度まで、すごいな、350度までいけるんですか、行けますので、豆腐の日も行けんじゃいますそれは無理、行けますか、ね、結構バイクの上持ってる人多いけど下持ってる人少なかったりしますね。そうです、雨も行けるし熱も行けるし、さらにもっと言ったら風も行けるし、あ、こちら通りですね、で胸もちゃんと防いでくれると、わかりました、ありがとうございます、ありがとうございます。これさ、ソロテックスってノースフェイスに使ってる木じゃないの、そうで、なんでジャケットとかに使うかって言ったら、シワなっても戻る力がね、で結構値段安いのよ。でこれがジャケットで29ですね、安っ、でもいけてる、なんかええね、あらま、ちなみにティファニーのやつねやらしい車、ちょっと見に行こうか、これ何が20万何回クリオ、あの強度の強いパンツってことですか、そうです、もうあの20万回こすってもこれは切れなかった、薄いのに糸すら切れない、ナイロンとかじゃ入ってるんですか、これナイロンです、あ、やっぱそうなんですね、ナイロンとあのポリウレタンが入ってるので、それが鬼テックスっていうんですか、そうです、鬼のパンツって同様があると思います、これからちょっと着想を終えて鬼テックス強いパンツってことですか、滑る、あの摩擦に強いので、はい、こういうパネルの上でスライディングしても穴が、はい、ちょっとデカり始めてるんですけど、まあ、でも20万回いけるからね、いきます、ね、まだまだいきます、でスライディングしてもここら辺ついたところが全然破けてない、普通って河川って破れやすいですよ、そうなんです、弱い、そうなんです、そういうのにも強いと、でも野球やってはったんですか、あ、僕野球部でした、ですよね、はい、じゃないとあのスライディングそうですできないです、はい、すいません、ありがとうございました、確かにペイズリーっぽい感じの柄やけど、ジャガーの半袖オーバーシャツ、ちょっと今中着てるから野球のシャツみたいになりそうやけど、なすこれ、これな、折りからそうなってるからプリントで柄入れてるわけじゃなさそうやね、ポリエステルやけどなんかレーヨンとかそっち系っぽいよな、テロッとしてる感じので、色がこの辺、夏場やったら涼しいんちゃう、皆様、お待たせしました、勝手にワークマンのところに、ね、侵入者の偉い人だと思う、今喋ってはんのがアップルの審査会みたいな感じでお話ししていただいておりますけど、全国のワークマン、すごいや、テレビいっぱいおるわ、なんか新しいのが始まってる、これも足上げてもらっていいですか、ほんまや、連動してる、でこの強制パンツを履いた時と履いてない時で、うん、歩き方がどう変わるかをこの技術で見るっていう、なるほど、これです、あ、今履いてあるんですね、はい、あ、へえ、実は腹筋背筋でずっとこう頭の揺れを補正しようとしてるんですよ、なのですごく実は体は疲れる、その疲れをちょっとでも軽減してあげましょうっていうのがこのパンツですね、そしたらじゃあその例えばストレートネックとかって首前行ってじゃないですか、あんなもうちょっとマシになったりとか、ストレートネックの矯正用の、うん、あ、ルミナーがね、またあっちにあるんです、うん、いいですか、本当はこれかぶりなんですけど、はい、今回サンプルで前開きを作ってるんで、 ありがとうございます、あ、ほんまはこれなんですね、そうです、そうです、うんうん、こういうこう肩甲骨ですか、確かにこう引っ張られる感じありますね、まあ姿勢も良くなりますし確かにこういくわ、そうなんですよ、僕ゴルフの時これ着てます、スーツを着てる時のインナーとかに着ていただくと確かに綺麗に着れる、この絵の通りな感じ、これはいつ出てくるんですか、3月下旬からですね、下旬からですね、はい、はい、それがなんとお値段が1500円になります、1500円ということになります、はい、こんにちは、これめっちゃいいやん、このめっちゃわかりやすいやん、ちょっと一点お話しますよ、撥水と防水ってどう違うのっていうと、撥水とは生地表面を加工し水を弾くこと、防水とは
生地裏側まで水を通さないこと。撥水は濡れる可能性ももしかしたらあるけど、防水は濡れないよと、はい、これでも結構皆さん分からんとこ多いですもんね。そうですね、お客様でもよく撥水のやつ買ったんだけど濡れちゃったっていう話も聞きますので、あくまで水を弾くんですよ、はい、っていうことですね。そうです、そうです。はい、ということでね、以上回らせていただきました。まあ、今回いろいろ見たんですけども、奇跡の一枚が残念ながら今回なかったということで、おそらく僕がやってたのが不評やったんかもしれないんですけども、なくなってました。で、担当者の方に次回あるんですかって聞いたら、いやちょっと分からないですって言ってたんで、もしかしたら次回もうないかもしれないんですけど、ぜひワークマンの、広報部の方、これ見ていただいて読んでくださいということで、以上ということになってました。というのが2024年の SS モデルの、新作ワークマンということになってました。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。